デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。キャラバンです。今日はですね、まあ本当にこれだけライブがやっぱり遠のいてしまうといろいろ不安もあったりしたと思うんですけど、たくさん集まってくれて、で無事に開催できたことが本当に何より嬉しいなと思いながら、やっぱりライブ、こう街にライブミュージックが聴けなくなるっていうのはすごい切ないもので、なんか自分としては本当にコンビニとか病院とかがあるのと同じように、こういうライブハウスが常に生音を鳴らしてるっていうのが、それを必要としてる人もいっぱいいると思うので、なんか頑張って踏ん張って乗り越えたいなと。でもだんだんね、いろいろなものが動き出してきてると思うので、皆さん引き続き気をつけて、またライブで必ず会えたらなと思います。それから今日のトークテーマということで、春に聴きたくなる曲って、ね、今急に振られて全然ノーアイデアだったんですけど、なぜかさっきからカーペンタースのトップオブザワールドっていう曲が流れていて春っぽいかな。カーペンタースとかいいんじゃないですかね、はい。で、告知など、今年はそうですね、本当予定が立てにくい状況が引き続き続いてますけど、7月の7月4日に、東京の蒼月ホールというところで久しぶりにワンマンを予定しています。ちょっと先なんですけど、またどういう状況が状況でどうなってるかわかんないんだけど、まあ、できる形でやりたいなと思っています。ぜひ皆さん7月4日遊びに来てください。キャラバンでした。